今回の動画は JR 西日本の山科駅です。福福線の東海道本線から福線の湖西線が分岐します。白鳥、トワイライトエクスプレス、日本海などはすでに廃止されていますが、日本海側へ抜けていく重要ルートの湖西線と、大動脈の東海道本線が合流する重要地点です。意外にも旅客ホームは2面4線だけです。山科駅には新快速が停車しますが、外側の線路に旅客ホームがないのも面白いですね。大阪方面から来た特急サンダーバードや貨物列車は外側線を通り、連絡線経由で湖西線へ入るのも特徴的です。危ないですから。
Thank you.
Thank you.
高槻から快速大阪行き発車をいたします。お近くのドアからお入りください。緑両に停電しております。ご利用のお客様4番乗りはお足元、黄色の窓印1番から6番でお待ちください。
坂本に止まります。
山下出ますと次は京都に止まります。次は京都、京都。